小紫の部分が、ダルマチア1560年のイタリア、クロアチア周辺の地図ダルマチア、または、ダルマティアは、クロアチアのアドリア海沿岸地域一帯のこと。中央クロアチア、ダルマチア地方、スラボニア地方、イストリア地方の4地方で、現在のクロアチア共和国の一部。古代ローマ時代の紀元前220年から、 紀元前168年に起こったイリュリア戦争の結果、この地域を支配していたイリュリア王国領の南半分は共和制ローマの保護領となり、その後周辺領域を加え紀元前32年から紀元前27年頃にはイリューリクム族州となった。紀元6年から9年にパンノニア族とダルマティア族が反乱を起こしたが、ローマ帝国に鎮圧され、10年に イリュリア族州は南北にに分割され北側にはパンノニア族州南側にはダルマティア族州が設立された。ダルマティア族州の領域は現在のダルマチア地方よりかなり広い地域であった。ダルマティア族州はアドリア海沿岸部からディナルアルプス山脈を含む内陸までの領域とされた。ダルマティア族州はディオクレティアヌス帝の出身地であり、 また陰性の地でもある。476年に西ローマ帝国が崩壊した後の民族移動時代、この地域はゴート族の支配下に置かれた。その後535年にユスティニアヌス一世がこの地域を東ローマ帝国に組み込み、ダルマティア軍管区とされた。7世紀頃、ダルマチア地方にクロアチア人が移住を始める。七十四年。 フランク王国が、ランゴバルト王国を滅ぼした、ことによりこの付近一帯が、フランク王国領下。ダルマチア一帯が、東ローマ帝国との国境地帯になる。以降ダルマチア一帯はカトリック、これより、伊東のボスニア一帯は、正教会に、区分けされる。998年、ダルマチア沿岸部が、ベネツィア共和国の領域下に入る。千年頃、クロアチア。 ダルマチア、スラボニアを統一したクロアチア王国が成立。1102年、ハンガリー王が、クロアチア、ダルマチア王を兼ね、ハンガリー王国内のクロアチア自治領となる。15世紀初め、ラグーザ共和国を除いた、ダルマチア全域が、ベネツィア共和国の領域に組み込まれる。1797年、ナポレオンがベネツィアを占領。 ベネツィア共和国は滅亡しベネツィアのダルマチア支配の停止。その後一時的にフランス帝国の支配下に組み込まれる。1815年ウィーン会議の結果、オーストリア帝国の直轄領になる。1898年、この地方の言語であったロマンス諸語の一つであるダルマチア語の最後の話者が死亡し、ダルマチア語が死語になる。 1918年、オーストリア・ハンガリー帝国崩壊に伴い、セルビア・クロアチア・スロベニア人王国領になる。1941年、クロアチア独立国成立、ただしダルマチアの一部は、イタリア軍が占領。1945年、ユーゴスラビア人民共和国の、クロアチア人民共和国領となる。1991年、クロアチアが独立し、 クロアチア共和国領となる。沿岸部は非常に入り組んだ海岸線とダルマチア諸島の数百の島々からなる。内陸部にはディナルアルプスが背後に迫り、ボスニアヘルツェゴビナとの国境線を構成している。沿岸部の非常に入り組んだ海岸線は天然の良好を数々と生み出し、ベネツィアがダルマチアの領有を狙う原因ともなった。 また多数の島々は、第二次世界大戦時のユーゴスラビアパルチザンが根強く、抵抗するための根拠地となった。スプリトドゥブローブに下る町ア地方には4つの軍が存在する。ありがとうございます。